おはようございます。FIFA20 やっていきましょう。ということで、今回は、ホームで広島戦。今月じゃ多いね。これは、アジアコンチネンタルカップ準々決勝まで進んでんですね、フロンターレ。アルヒラル、強豪ですけども。さあ、現在フロンターレは8位。で、対するサンフレッチェ広島は、1位ということで、負けられない試合になりそうですね、これは。上位浮上のためにも。清水は健闘してますね。ということで、頑張っていきましょう。よし。これでいこう。では、スタメン見てみましょう。ゴールキーパー、オルテガさん、マギーニョ、谷口、奈良、車屋。森田、大島、斎藤、タンコビッチのボイズと、馬。なるほど。まあ、前回と同じですね。サブも同じです。じゃあ、早速やっていきましょう。はい。いや、勝ちたいね。本来、復帰して、前回札幌に惜しくも敗戦しちゃったんで、今回はちょっと、勝ちたいですね。皆さんこんにちは。今日は実あ、日本況語西実況岡直し明ま彦したとた。解説の福西崇史さんでお送りしていきます。福西さんよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いしまお願いす。します。今日は川崎フロンターレ対サンフレッチェ広島のカードです。勝ちてるな、うまくいく。お、ハイネルがいるじゃん。あれ、ハイネルだよね。元フロンターレの。おお。ハイネルさん。ハイネルさんめっちゃ打つじゃん。ハイネルめっちゃ打つじゃんって。主審は荒木で泰人さん。フロンターレは8位。広島は1位。スタメンはこんな感じですね。広島はスタメンを見てみますか。中林、佐々木、吉野、野上、川辺、松本、佐々木さん2人いるんだけど、柏、ハイネル、渡、プリック。佐々木って人が2人いるんだけど、ちょっと、川崎のキックオフで紛試合らがしい始まりな。ます。はい。どうんなわ、試合マにジなか。るんでしょうか。マジか、パトリック。パトリック。スーパーパトリック。パトリックボールを前にゴ来ました。ール。やばい、いいやボばール。これい、はチャンスやーだ。べえ。クロスバーの遥か上を飛んパでトいリッきクましのた。川崎時代の応援歌を歌ってた。失点しそうになっちゃった。危な。はい。乗ってけ。ミッドフィールドで OK。 ボールを取りはまい。した。わあ。体を当てて取る。奪った。日本語実況やっぱ落ち着くね、西岡さんと福西さんの実況は。あのわけわかんないフランス語実況には。川辺駿、奈良竜うわ、マイマイこボ。のボールはタッチを割ります。はい。スローインです。学ぶ。パタンスコをビッつなチ。いできましうたが、わ、ここで奪タわれンましコビッた。チ。はい、OKOK。いいよ。狙ってけ。オッケー。はい。うまさん。うわー。はい。うわ。オッケー。よし。大島亮太。大島亮太。おー、危ねえ。
味方につなぐこともできます。クロス、キーパーがキャッチします。キーパー林でも大阪でもないんですね。中林さんのキーパーで戻します。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。あアドリック、うわ、はい、うわ、ファールか。を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。あ、ノブザクさんにカード出ちゃった。ここは川崎に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。怖いな。はい、さあフリーキックです。入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。これはキーパーのファインセーブですね。ナイス。さあ国境地球サイドから中央を見る。走れー。うわー、皆さん、タンコミッツさん、うわ、ハードハード、ない、うま、いけ、うまいパス、よーし、ゴール、シュートはキーパーボートだ、うまい、クロスバーをかすめてきました。あー、これハードアウトと思ったらなかったね。すごいゴールだと思います。こちらしたこれ復帰後初ゴール、気持ちいい、気持ちいいわ。カード出たね、今ので。カーベ早尾、あー早、カーベに色カード出てますね。あれプレイオンなんで流すんだ、よかった、流してくれて。ファールです。あそこをファール取ってたらね、ほら入らなかったかもしれないけど、あそこ流してくれたおかげで先制できたんで、あれはラッキーですね。からのリスタートとなります。よしよしよし、いや余裕できたよ、少しうまいね、ゴールで。いいビルドアップでしたが相手に追加点になりたいね。ただ首位広島もそう簡単にはいかないと思うんで、ただ頑丈な広島のディフェンスをラッキーな形でゴールできたのは嬉しい。はい、いけ、うん、おい、はい、ここは簡単にボールを渡してしまった。うわ、うまい、はい、ボールの激しい奪い合いです。やばい、オッケー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 、皆さんバイバイボ、はい、ノブザクさんクロス、はい、惜しい、外に当たって外に出ました。惜しい、いやーポスト悪くなかったけどね。いいじゃん、今日いいよ。危なかったピンチも最初のあれだけだもんね。失点したくねえな、勝ちてえな、広島相手に勝ちて。ボールを中盤で奪いました。やばい、高い位置でボールを取った。やばい、最高のボールが出た。ゴール、試合を振り出しに戻しました。はい、ネル、フルーツ相手にゴール決めたな。うわぁ、完全にフリーにさせてる。はい、ネル、うわ、調子乗ってたから決められたな。これはちょっとやばいぞ、嫌な流れを持ってこないように。はい、タンコビッチ、タンコビッチ、ハイネル、ハイネル、
いいね、行きとせ。攻守の切り替えが大事です。いいね、マキーヌさん出んなよ。うわー、うわー、オッケーオッケー、はいはい、いい形でゴール前まで持ってきました。あー、ダメだ。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し、相手ボールです。相手ボールですね。オッケー、ほい、いいよ。じゃあ、あのうちにもう1点決めときたい。これは残念。ああ、ダメだ。ボールを手放してしまいました。ハイネル。ハイネル、これ。だからハイネルあんな映してたのか、試合前。こいつには気をつけろって。おい、ファール、ファール。おい。ファール2枚目でしょ、今の。ハイネル。ハイネル来い、ハイネル来い、やばいやばい、行くすんな行くすんな、よし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 、これ誰、パトリック。ここはサンフレッチェのコーナーキックです。いやー、ここ決められたくないな。柏さんが切るのか。ほい、セカンド、よしよしよし、オッケーオッケー、まだまだある、上がれ上がれ、うわ、まだまだよ、いいじゃん、してよ。あ、この前さんも両チーム1得点で折り返します。さて、後半が始まります。いやー、前半もご覧になっていかがでしたか。ラッキーな形でゴール決めたんだけどな。ここまで淡々とゲームが進みましたが、怖かったね。やや決定力に欠けていますかね。渡井さんもまだいじる必要はないと思いますが、よし、さあ後半行きましょう。キックオフ。後半のキックオフ。今度はサンフレッチェボールです。ミッドフィールドでボールを取りました。はい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 。押し出せんな。この打てんな。打てがさん。打てがさん、ナイス。またハイネルカーだよ。ハイネル欲しいな。はい。やばい。やばい。行くぜな。あー、危ねえ。勝ち越し点を奪おうとしましたが、ここは入りません。怖い。来てるよ。OK。はい。上り里恭平。上り里恭平。あー、ダメだ。短い。足は吉文、ボールを失った。よし、て、落ち着いて、落ち着いて。そっちじゃない、そっちでパス出したんじゃないんだ。俺はパトリックが突破を見せる。パトリックなんだ、パトリックじゃないんだ。おー、キーパー反応した。おー、ハイネル怖え。オルテガさん、オブテガさん MVP かもね、今日。はい。OK、OK、OK。はい。うわぁ。うまい、うまい。いくすな。ディフェンダーが振り切られます。これは危ないですよ。ダメだ。OK、OK、OK。広島がコーナー、いやぁ、コーナー続くね。あ、三好さんが。車屋慎太郎。オッケーオッケーオッケー、ノブトさん。はい。うわー、今パス出してたもんね。柏義文。オッケーオッケーオッケー。谷口翔吾。セーフティーセーフティー。はい。谷口。斉藤学ぶ。学ぶ。三好浩二。三好浩二。はい。はい。しっかり潰す。うわ。カットします。潰された。パトリック。カーブ早尾。お。オッケー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 。
奈良さんいいね。奈良さん今日いいな。大島亮太、谷口翔吾、斉藤学。よし、今ここにいる。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。あ、奪い、今奪われたな。佐々木翔、川辺駿。オッケーオッケーオッケー。あ、違う、そっちじゃない。奪える、オッケー。うわ、またハイネルだよ。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。教えて。はいはい。つまらないミスでボールを失いました。すぐにボールを戻しました。オッケー、オッケーじゃない。柏吉文、サンフレッチェが攻めに出ます。いいボールを送りたい。すんな、やばいやばいやばい。ああ、大竹さん、ああ、やばい、ダメ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 。うわ、こわっ、こわっ。いやー、あ、今下げますか。選手の交代が、お疲れ。このスタンディングオベーションでしょ。頑張った頑張った。向こうは道具が入ってますね。車屋慎太郎、はい、斉藤学ぶ。さあ、スローインでの再開です。お、ベンチ、カーブさんに1つ、ノツダ・ロフトさんがありました。カードもらいましたからね。カーブさんカード持ってたもんね。よし、うわー、ミスが多いな。失点だけは避けたい、せめて。残り15分。しっかり読んでいた。オッケーオッケー。はい。はい。はい。うーわ。押すな。オッケーオッケーオッケー。サイドを上げて中を見る。いや、増やしよう、増やしよう。はい、オッケー、潰した。覚えたくさん。はい。うわぁ、いいアイディアでした。繋がんねぇ。うわ、マジか。あぶねぇ。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。いいよいいよ。さあ、持ってこ持ってこ。まだまだまだ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。おいおいおい、ここを起点にできるか。うわ、うわ、はい、はい、行け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 。あ、強い、強い、強い。あと5分、決めたい、決めたいな。上里恭平、はい、もったいない形でボールを渡してしまいました。上里さん、カード持ってるから気をつけて。試合はまだまだ動きません。 OK、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 いいね。そっちじゃない、左の人だった、今。上里さん、こんなとこ落ちちゃった。柏吉文、前か前から。うわー、うまい。あ、動画すげえな、怖い。破壊に仕掛けてボールを奪いました。まだまだ時間ある。あー、なってなってなっていいよ。引き分けでもいい。最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。ボールダッシュ。まあ、首位相手に引き分けはいいんじゃないですか。引き分けとなりました。いいんじゃない、頑張った方ですよ。ポゼッションでは大きく差があったこの試合、いやどうご覧になりましたか。確かに片方のチームがボールをよく回しました。疲れた。しかしシュートまで疲れるな、今日の試合は。それが原因でしょう。使いましたね。ただ、ウマがゴール決めたのはでかいよ。
ヤンドダミアンだ。ダミアンさん。お、20試合出場、もうそんな出てんのか。7.2。シュート1本しか打ってないんだけども。全体的にシュートも中2本作ってないもんね。MVP は今日も大手賀さん。大手賀さん良かったもんね。で、次が馬さんか。馬さん、ナーさん。全体的に今日は高いっすね。タンコビッチさん低いけど。また変なフォーメーションだし。モイトさんトップ下や、斎藤さんボランチとか。まあまあまあ。相手はハイネル 6.8、 7いってもいいと思うんだけどな。ダブル佐々木は 6.0 と 6.1 で、まあ平均くらいですね。はい。いやー、まあ首位相手に引き分けが良かったんじゃないですか。さあ次は週末に名古屋戦がある。多分出番来るでしょう。さすがにね、さすがに出番来るでしょう。待って、ハードさんが。待って、いろいろ見たい。あ、そうだ、ラウベルト取ったんだっけ。出なかったね、この人。リオン、ラウデルバッチ。あと、韓国人も出せなかったね、今日。ポープリニアルさん、移籍しちゃうのか。あら、残念。原田幸輝さんも。原田幸輝さんも若いからね。19歳。馬さんなんて22歳だもん。移籍しちゃうのか、みんな。じゃあ、トレーニングしてきます。さあ、今日の試合もスタメンに選ばれました、名古屋戦。ということで、アウェー名古屋。フロンターレは現在10位に下がってんだけど。順位に下がってますけども、ただ出場するため名古屋戦、6位名古屋との試合ですね。また上ですけど、相手はまた勝ちたいと思います。スタメンも同じですね、前節と。でさ、思ってたんだけどさ、これさ、もしかして、キンゴさんと、小林優さんはもういないのかな？あ、いないな。いませんね。あ、キンゴはいた。キンゴ39。あ、今シーズン2点しちゃうんだ。残念。小林優さんがいないんですよね。小林優さんなんか移籍したっぽいんですよね。どこにいるんだろう、どっか見えないかな、小林優さん。どこに移籍したか。だから馬さん戻されたのかね。レンタル先のギャンガンから、小林優が移籍したから。ぽいっすね。はい。てなわけで、次回は名古屋戦、新エースとなったうまい棒太さん。じゃあ11番もらってもいいよね、俺。はい、というわけで、次回名古屋戦頑張って勝ちたいと思うので、渡辺さんのゴールでね、勝ちたいと思うので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。またねー。